クマ、オオカ、ヒシブカイ、カメ、そしてルフィとの開口へ。皆さん、ワンピース第1100話見ましたでしょうか。第1100話を一言で言うとすれば、クマ、オオカ、ヒシブカイ、カメ、そしてルフィとの開口へでしょうか。衝撃の展開で X のトレンドにもワンピースが乗るほどエグい展開でした。ということで今回はワンピース最新1100話について徹底考察したいと思います。本考察動画は本誌単行本で第1100話を見た方への内容になっていますので、必ず一度お読みになってから閲覧するようお願いします。まだ見てない方は必ず動画をここで閉じるようよろしくお願いします。それではどうぞ。では第1100話の考察ですが、エースに倒されたヒシブカイ、サタン星とクマの取引、エッグヘッドでのクマ、キザル、ベガパンクの合流、クマとボニーの別れ、オオカヒシブカイ勢揃い、クマと青年期のルフィの出会い。それでは考察をお楽しみください。前回第1099話にて、ベガパンクはクマをサイボーグの素体とする代わりにボニーを治療するという提案をし、クマはその条件を飲んだんですが、ボニーの治療にかかる莫大な費用を負担する世界政府のトップであるサダン星はこのベガパンクの提案を不十分とし、ベガパンクの提案に3つの条件を追加。そしてその1つ目の条件がオオカヒシブカイに加盟することです。バーソリメイクマ、お前が海賊としてオオカヒシブカイに加盟することだ。先日エースというルーキーがヒシブカイの一角を落とし後任を探していた。海賊であるクマのクローン兵を保有することは海軍として面目が立たない上、エースによってヒシブカイの一角が落とされたため、その後任を探していたところだったようです。グランドラインに威勢のいいガキが嫌がる、ヒシブカイへの勧誘を蹴ったって。そして第552話における白ひげの回想でエースがヒシブカイの勧誘を受けていたことは明かされていましたが、エースがですね勧誘を受けた理由はオオカヒシブカイの一人を倒したからだったんです。四皇の幹部としてキングやカタクリたちと比較すると実力が劣るように見えるエースですが、人兵と互角だっただけでなく、ヒシブカイの一角を落としており、オオカヒシブカイクラスの実力を持っていたといえます。また、クマがヒシブカイに加盟したことを報じる新聞を読んでいるシーンでは、黒ひげの姿も描かれています。つまりですね、かつてエースの部下だった黒ひげは、ヒシブカイを倒した者は、ヒシブカイに勧誘されるという事例を知っていたわけなんです。だから2年前、インペルダウンに潜入するために、オオカヒシブカイの称号が欲しかった時、クロコダイルを倒したルフィの首を狙っていたのでしょう。エースが倒したヒシブカイに該当しそうな人物としては、元ロックス海賊団のキャプテンジョンやギンプが候補に上がります。ただ白ひげやカイドウ、ビッグマムと並び、ゴッドバレー事件以降に名を挙げたとされるキャプテンジョンやギンプの実力は4校クラスだった可能性が高いので、これらはあくまで可能性の一つ。また世界政府や海軍のトップはエースがロジャーの息子であると知っていた可能性が高いことに加え、エースは神の天敵とも呼ばれる D の一族です。にもかかわらずエースがヒシブカイに勧誘されたということは、世界政府はその人物の血筋など関係なく、ただ単純に強い人物をオオカヒシブカイに求めていたことがわかります。海へ出て1年程度、オオカヒシブカイを倒すほどのエースの実力は生まれ持った才能や努力の賜物ですが、メラメラの実の力も大きかったと考えられ、現在エースの意志とともにメラメラの実を受け継いでいるサボにとっても、今後世界政府や海軍のトップと戦う上で大きな助けになるのではないでしょうか。ボニーの手術を行う代わりにクローン兵の総体となるというベガパンクの提案に、サタン星が追加した条件は次の3つです。1つ目はオオカヒシブカイに加盟すること。2つ目はクマ自身が海軍の人間兵器になること。3つ目は最終的に一切の思考と自我を捨てることです。さらにこれらの3つの条件に加え、クマはボニーと会うことが許されず、ボニーが完全に自由になるのはクマが自我を失った時という制限もあります。サイボーグから人の意思を取ればただのロボットじゃろう。私に人を殺せというのか。1つ目と2つ目の条件はある程度納得がいくものの、3つ目の条件はベガパンクも言う通り死も同然です。しかしですね、ありがとう、ボニーの病気が治るなら俺はどんな運命でも受け入れる。なんとクマは迷うことなくボニーが救えるのならばとですね、死刑も同然の条件を受け入れ、今までずっと苦しめられ恨んでいたかもしれないサタン星に対し涙を流してありがとうと感謝を伝えているんです。このクマの決断からはボニーが何よりも大切だということがわかりますよね。そして後ほど詳しく考察しますが、第三者としてクマとサタン星のやり取りを聞いていたキザルもクマの決断には驚いた様子を見せています。私は命令したのだベガパンク、自我を残すことは絶対に許さん。しかしそれではクマは、この第1094話のやり取りはベガパンクとサタン星のものだと思われ、クマが受け入れたとしてもベガパンクは最後までクマの自我を奪うことに反対していた。また第1100話の最初のページの左下にはドレイクと思われる人物の姿も描かれており、ドレイクは部下としてキザルのエッグヘッド訪問に同行していた
だとですね推測できます。戦ってみるといいよ、内情を知っている分絶望もでかいと思うがね。そして第509話、キザルはドレイクにパシフィスタについての内情を知っていると言ってるので、ドレイクはクマの身に降り注いだ悲劇についても知っていると思われます。そしてですねボニーと別れた後自我を奪われていっているクマの様子も見ていた可能性が高い。もしかするとこの一連の出来事がドレイクがソードに入ったきっかけなのかもしれません。ここまで描かれてきたクマの回想では、世界政府によって両親やジニーといったクマの愛する人々が奪われ、ゴッドバレ事件やソルベ王国の政治など世界政府の闇もたくさん見てきていました。だからこそクマはドラゴンやイワンコフと共に世界政府を倒すことを目的とする革命軍を立ち上げています。よってもしクマが自我を取り戻すという展開になった場合、世界政府に刃を向けると思われていたんですが、今回第1100話で描かれたサタン星との取引を見ると、クマは世界政府に対して恨みを持っているどころか、ボニーの病気を治してくれたことに心から感謝していることがわかります。またですねサタン星はゴッドバレ事件からずっとクマの存在を警戒しており、ソルベ王国の一人革命などにおいて事実と異なる情報を世間に流していましたよね。その力を世界政府に向けられては困るわけだ。サタン星がクマの自我を奪うという条件を追加したのもクマのことを警戒していたから。そんなクマがボニーの病気の件でベガパンクの元を訪れていた時に、サタン星であればキザルに命じてクマの命を奪ったり、ボニーを人質にとって強制的にクマに言うことをですね聞かせることもできたはずです。しかしそんなことはせず、サタン星はボニーの病気の件でクマときちんと交渉しているんです。以上よりエグヘッド編では世界政府の闇の部分が多く描かれ、世界政府イコール絶対悪といった印象が与えられましたが、サタン星に関してはきちんとクマと交渉している様子を見ると、世界政府は案外話の通じる相手なのかもしれません。そうなるとワンピースという物語は悪である世界政府を壊滅させるといった結末を迎えない可能性もあると言えます。エグヘッド編において友人であるベガパンクの命を躊躇なく狙い、親しかった戦闘丸とためらうことなく戦っていたキザル。これらの描写からはどっちつかずの正義を掲げながらも赤犬に近い思想を持ち、のらりくらりとし感情の起伏があまりない人物のように見えていましたが、今回第1100話ではベガパンク、戦闘丸、ボニー、クマ、キザルが5人で仲良くピザを食べ踊っている姿が描かれ、思っていた以上に人間味のある人物だったことが明かされます。先ほど触れたようにクマがボニーのためならどんな運命も受け入れるといった時には驚いた様子を見せてましたよ。まだクマは当時七部会ではあったものの海賊であることには変わりません。そんなクマと海軍大将であるキザルが仲良くしている様子からは、海賊イコール悪とみなすことなくルフィたちと仲良く話したり黒ひげと飲んだりしていたクザンと共通する部分が考えられます。勘弁してよ、これが本職なんだ。さらに第1100話のキザルのセリフからは、ベガパンクは友人であるものの海軍として海賊と取引しているのは見過ごせないといったように感情と立場の間に矛盾が生じています。以上よりキザルは感情の起伏が少なく赤犬に近い思想を持った人物というわけではなく、実際は市場や感情を押し殺し政府の汚れ仕事をやっていたといえます。任務以外で知り合いを傷つけさせねえでくれよ。そして第1092話でボニーに言った言葉からも、任務には含まれていない知人を傷つけることを嫌がっているのも市場を押し殺して任務を遂行していることがわかりますよね。また2年前のシャボンディ諸島でもキザルはボニーの前に現れることなく、戦闘丸が指揮していたパシフィスタもボニーの前には現れていません。これらはですねただの偶然かもしれませんが、もしかするとかつて仲良く過ごしていた戦闘丸やキザルの配慮だったのかもしれません。またこのキザルが市場を押し殺して任務をこなしているという仮説を元に考えると、市場を押し殺すことにもどこかで限界が来て任務を放棄したり、場合によっては海軍を辞めるといった展開も十分あり得ると思います。そんなクマ、ベガパンク、キザル、戦闘丸、ボニーたちの束の間の幸せな時間ですが、みんなで大きなピザを食べた後になんとクマがバッカニア族に伝わるニカの踊りドンドットットのリズムを教え、全員がそれに合わせて踊っていました。そしてこの時の全員が空島の最後で宴会を行った時と同じシルエットの姿に。こうなってくると同じくドンドットットのリズムを刻むルフィのギアフィフス状態での心臓の音は、クマ、ベガパンク、キザル、戦闘丸、ボニーにとって大事な思い出のリズムとなるので、エグヘッド編でのクライマックスでは解放のドラムのリズムがかなり重要なピースとなってきそうです。ボニーの手術には半年間かかり、その間はエグヘッドに滞在。その後1年間の養生期間を世界政府の監視のもと故郷であるソルベ王国で過ごすことになったんですが、術後より娘との接触逃走を禁じる、もしこれを破ったら娘は奴隷に落とすぞ。サタン星がクマとボニーの接触を禁止したので、ソルベ王国にボニーを送り届けた時がクマとボニーの別れとなりました。ここで一度ボニーの過去と年代を整理すると、先日の事故で奴の研究所が映るようだ。このドラゴンの発言からクマと
と革命軍が再会したのはパンクハザードで、シーザーが事故を起こした直後、つまり4年前であると推測できます。革命軍と再会した後、クマはすでにベガパンクの元を訪れているはずなので、そこから完治までの1年半、つまり今から2年半前にボニーは自由になるはずでした。お前が政府から逃げたと聞いた時はヒヤリとしたがの、だがもう全て終わった。そして第595話の赤犬の発言から、ソルベ王国で養生期間を過ごしていたボニーは監視の目を盗み逃げ出していたと推測。そこから1年程度で奥越えの賞金首がかけられ、ルフィと並ぶ超新星となっているのは小さい頃から鍛えていたおかげだと言えます。また大戦98話において、7年前の時点においてボニーは5歳だと明かされているので、手配された頃は10歳、つまりボニーの病気はクマがボニーに言ってしまった嘘の通り10歳までに完治したんです。さらに第498話、初めてボニーが描かれたコマでは、22年前クマがベゴリ王に逆らって投獄された時、クマを返すようジニーと一緒に抵抗した2人の男性の姿も確認できます。この2人は幼い頃にクマと出会っており、22年前のシーン以外でもその姿が確認できるため、養生期間中のボニーが世界政府の監視から逃げ出すのを手伝い、海賊になった後もボニーの面倒を見てあげていたと思われます。そして2年前、ボニーはシャボンディ諸島にやってくるのですが、皆さんご存知の通り、当時シャボンディ諸島にはクマもいました。バーソルミュークマ、七部会は本部に召集を受けているはず。第513話のキザルの発言から、当時クマはシャボンディ諸島に召集されておらず、勝手にやってきたことがわかります。一番最初に現れた場所がルフィたちのところであったため、クマの目的はドラゴンの息子であるルフィたちを救うことだったと思われます。ただルフィたちがシャボンディ諸島にいたことを知っていれば、ボニーがいたことも当然知っているはず。ですからクマはボニーに会おうと思えば会えたはずですが、会えばボニーを奴隷にするとサタン星から脅されていたので、ボニーのすぐ近くにいたものの、ボニーが不幸になることを恐れ会えなかったのではないでしょうか。なあ暴君クマ、七部会にして唯一政府の言いなりに動く男。そして第474話で盛り上がっているように、政府の命令に従順だったのもボニーが不幸になることを恐れたからだと思います。シャボンディ諸島の時はまだ自我を失っていなかったはずですが、サタン星の脅しのせいでボニーに会えなかった。つまりもしクマが自我を取り戻したとしても、ボニーの安全が保証されていなければボニーに会うことはできない。ですが今は四皇である麦わらの一味や世界政府に宣戦布告するほどに力をつけた革命軍など、ボニーを世界政府から守る強力な味方がいます。つまり現在はサタン星の脅しがほぼ無効なので、お互いにもう二度と会えないと思っているクマとボニーが再会するという展開がかなり高くなったのではないでしょうか。そうするとカマバッカ王国から飛び出し、レッドラインを一生懸命登っていたクマが目指していた先はボニーのいるエッグヘッドであると言えるのではないか。またもしクマの目的地がマリージョアだったならば、レッドラインに衝突せず着地できているはずです。よってクマの目的地はグランドライン前半にあるカマバッカ王国からレッドラインを越えた向こう側、つまり新世界エッグヘッドであり、ボニーに会いたい、その一心で意志のない体が動き続けているのかもしれません。指令に対し従順すぎる。バーソルミュークマの王家七部会加盟は世界中の海賊たちを震え上がらせていく。こうして世界政府最高権力五老星の一人ジェイガルシア・サタン星と取引を交わしたクマは王家七部会に加盟。ここでワンピースの物語開始時点での王家七部会フルメンバーが揃ったというわけです。そして皆さんご存知の通り、王家七部会は世界政府により海賊や世界政府未加盟国への略奪が許されている、いわば公認海賊ではあったものの、誰しも世界政府の言う通りに動くような人物ではありません。そんな中、七部会の中でもおそらくトップクラスの実力を持ったクマが従順に世界政府の命令を遂行する存在として新たに現れたらどうなるか。もちろん世界政府や海軍の勢いはますます高まるでしょうし、エースのように王家七部会を倒そうという海賊は出てきにくくなると思います。事実その後、この王家七部会の鉄壁の牙城を崩したのはこの2年後のルフィが初めてですよね。このことから王家七部会の一時四皇にも並んだほどの脅威はバーソルミュークマの加盟と、その後ですね、クマが世界政府の命令通りに行ったであろう数々の海賊非加盟国への攻撃がかなり影響しているもの。そしてクマの暴君というニックネームはクマにやられたベコリ王の不意調を受けて世界政府がつけたネガキャン目的のものということが分かっていますが、クマの立場上海賊として恐れられた方が王家七部会としての仕事もやりやすく、本人も国王にはふさわしくないと言っていたメッシ方向の人物なので、特に暴君と呼ばれていることに対して嫌がっていないか、どうでもいいと感じていた可能性が高いと思います。そんな新王家七部会バーソルミュークマの就任に、七部会の面々はそれぞれ個性的な反応やこれからのルフィたちとの開口激突を感じさせるような発言をしていました。まずは王家七部会最悪のドンキホーテドフラミンゴ。暴君クマ、悪いやつがまた現れたな。
ドフラミンゴは一般的な正義や悪を認識した上で、強いやつは何をしてもよく、またどんな非道なことをしても権力を持った者こそが絶対的な正義とするキャラクターです。そしてドレスローザを関係で手中に収めたドフラミンゴだからこそ、暴君と呼ばれたクマに多少のシンパシーを感じていたのかもしれません。そして現在もクロスギルドで暗躍を続けるクロコダイルは特に興味もなく、アラバスターを戦乱に陥れたダンスパウダーを搭載した人工降雨船の目撃者を消したか、当時のミスオールさんでニコロビンに確認しています。世界最強の剣士ミホークはというと、特に反応こそないものの、新たな支部会のクマのニュースを確認し、情勢をチェックしていることがわかります。また当時白ひげ参加だったジンベイは、白ひげやエースマルコ、黒ひげたちと仲良くクマについて話し込み、ジンベイ、後釜が決まったってよ、よかったな、お前が言うことか。先人の支部会を倒したエースがひょうひょうとクマの支部会就任をよかったなというのに対し、ジンベイが悪態をついていたりと、非常にクルー同士仲が良かったことがわかりますよね。またジンベイは国王が支部会となることに思うところがある様子。やはり世界政府に虐げられていた魚人族としては、世界政府の勢力が強くなるのには感じるものがあるのでしょう。またハンコクはルフィと出会い恋煩いになる前なので、尊大な女帝らしく興味がない様子であり、モリアは軍団を作れる能力の特性上か、肉肉の実の能力に興味を持ったものの、他力本願になった後はずっと怠けていたようで、ベッドで寝っぱなしになっています。こう考えると、クマが桜花支部会に加盟したことで、支部会の黄金期とでも言える時期が生まれ、ここから四皇と並んでルフィたち、海賊のルーキーたちが倒すべき目標となったと考えると、感慨深いものがあります。また一見桜花支部会が揃った場面が描かれて終わりのようにも思われますが、世界政府最高権力五老星が加盟を直接交渉するほど桜花支部会は重要視されていたこともわかり、また世界政府直轄の海賊としてかつての敵であったと思われるバッカニア族のクマを加盟させたというのもかなり重要さに拍車をかけています。クジトラが主体になって解体された支部会ですが、今度はセラフィメが主体となり、新桜花支部会が誕生したりする可能性もあり、まだ桜花支部会制度には物語上役割があるのかもしれません。バーソルメウクマ、政府より指令だ。今どこにいる？イーストブルー、要件は？こうしてクマが支部会に加盟し、現在に繋がるかと思いきや、まさかの展開。何の運命のいたずらか、人格を徐々に失いながら世界政府の任務を実行し続けるクマは、イーストブルーの風車村にたどり着き、サボがいなくなりエースが旅立った後のルフィがいるところの沖合にまで迫っていたんです。そしてそんなクマに何かしらの任務が与えられる。まだ匂わせ程度なので、やっぱりクマとルフィは出会いませんでした。という可能性もなくはないですが、クマがルフィをドラゴンの息子として気にかけていたり、シャポンディ諸島でキザル、セントマル、パシフィスタにルフィたちが殺されるか打破されるようなところをですね、結果的に助ける形になったりと、クマ側がルフィを気にかけているのではないかという描写が見られたので、最低でもこの風車村での任務でクマはですね、ルフィがドラゴンの息子と認識する出来事が起きるでしょう。そしてもしかするとクマはこの任務でルフィの食べたゴムゴムの実が解放の戦士ニカと関係していると気づいたのかもしれません。僕はニカのようにこんなかわいそうな人たちを一人でも多く救いたい。第1096話、バッカニア族に伝わる解放の戦士ニカの伝承を信じるクマはゴッドバレにてサタン星に向かい、自分もニカのように人々を救うと宣言。ただしこの後さまざまな悲劇がクマを襲い、ボニーを助けるためにクマはその夢を諦め、世界政府の言いなりに動くことになってしまいました。挙句の果てには意志をなくすサイボーグへと変貌しつつあれ、そんなクマがニカの塊をその身に宿しているであろうルフィに出会ったとしたらどうでしょう。こんなリズムで人を笑わせる。ドンドットットドンドットット。クマの父親クラップはニカの心臓が刻むいわゆる解放のドラムのリズムをクマに伝え、クマもボニーやベガパンクたちにこのドンドットットのリズムと踊りをたびたび披露するぐらいには解放のドラムを意識しています。例えば現在からおよそ3年半前にあたる第1100話の時点でルフィが未覚醒ながら解放のドラムのリズムを刻んだりしたら、クマは必然的にルフィの内側にニカの存在を感じ取ってもおかしくはありません。となると今までほとんど何も語らずに世界政府に属しながら、どっかルフィたちの味方をしてくれていたクマは、人格が失われつつある最後の時まで解放の戦士ニカを宿すルフィを陰ながら手助けし続けていたのではないか。そうなると次回のクマとルフィ絡みの出来事によって、いよいよ隠されたクマの現在の目的や意思が明かされるのではないでしょうか。またかつて仲良くしていたクマが解放のドラムのリズムに合わせて意識を取り戻したりすれば、クマと親交のあったキザル、セントマル、ベガパンク、ボニーもそれに影響される可能性は高く、文字通り天竜人の頂点に対し様々な人々が立ち上がる革命の土台が築かれつつある気がします。という感じで考察してきたんですけども、皆さんはどう思いますでしょうか。ぜひともコメント欄に記載してもらえればなと思います。